火力発電の仕組みを説明します。この圧力鍋に入れた水をコンロの火をつけて沸騰させます。これが火力発電所のボイラーです。火力発電の燃料は石油、石炭、天然ガスです。燃料を燃やした熱で蒸気を作り、タービンを回します。電気が作られると赤いランプがつき、発電したことがわかります。